カメラはこれです、今回ですね、まあ、僕のトップマネジメントの力量不足から、まあ、残念な結果になり、まあ、分頭という形になりましたけれども、まあ、今回、今日集まってもらった国会議員の皆さんと一緒にですね、国のためにやっぱり野党再編がどうしても必要だという思いで、このような道を歩むことに決めました。まあ、政治家としてですね、やはり国民の皆さんにしっかりとした選択肢を与える、まあ、今自民党は強いです。はっきり言って強いです。そして政策もですね、安倍政権が進めているその政策賛成するところも多いです。ただやはりチェック機能を働かせるためには、まあ、野党という、まあ、大きなその与党に対抗できる勢力が必要でありますし、まあ、なんといっても国民の皆さんに選択肢を示すためにも野党がどうしても結集しなければなりません。まあ、安倍政権の政策の中でもエネルギー政策、そして一番安倍政権で、まあ、欠けているところといえばいわゆる統治機構改革、明治維新以来連綿と続いているこの中央集権体制をなんとか変えていく統治機構改革というところが安倍政権では全く欠けているところでありまして、こちらをですね、強力に進めるためにも、まあ、野党を結集する必要があると判断をしました。55年体制のような与野党激突、まあ、反対のための その野党というそういう立場は取りません。必要なこと、まあ、国にとって国民にとって必要なことは安倍政権を強力に後押ししていきます。まあ、安倍政権もですね、どちらかというと与党に足を引っ張られているような、まあ、そんな状況にもありますので、安倍政権が進めようとして、まあ、与党に足を引っ張られているのであれば、まあ、野党である我々がですね、強力にそこは後押しをする。ただしエネルギー問題やその統治機構改革、まあ、その他社会保障改革などですね、安倍政権とは異なるその意識の下で進めていかなければいけない政策についてはしっかり国民の皆さんに選択肢を示してですね、国民の皆さんに選択してもらう、そういうためにも野党結集がどうしても必要であると考えました。これは日本のために、国民のためにどうしても野党の再編というものが必要でありまして、まあ、政治家の個人の その情念とか心情だけで僕は政治はできないと思っております。まあ、今回集まってもらったこの国会議員の皆さん、そして大阪の地方議員、また全国の地方議員と一緒になってですね、この国のために、また国民のために野党再編を進めて、もう一度純粋に日本のために政治をやっていきたいと思っております。まあ、これまでは純粋な気持ちで、やってなかったのかというようにお叱りを受けるかも分かりませんが、まあ、少々純粋な部分がちょっと濁っていたのかも分かりませんが、今後ですね、まあ、本当に、曇るところなく本当に純粋な気持ちで日本のために国民のためにしっかりと働いていきたいと思っております。僕からは以上です。はい、橋本徹代表からの挨拶でした。ありがとうございました。産経新聞政治部の村上と言います。橋本代表にお聞きします。今回のですね、まあ、集ったメンバーの数というのは、衆参合わせて37人でした。この数字なんですけれども、分党以前のですね、勢力よりもですね、仮にも、まあ、優位の党とくっついたとしても、まあ、勢力はまあ減らすということになります。これは分党は失敗だったのかどうか、まあ、多数派工作に失敗したのではないかという声もありますけれども、この37人という数字、それから、まあ、分党以前の勢力よりも減らすこと、優位とくっついても減らすことになる、これについてどういうふうなお考えをお持ちなのかお聞かせください。多数派工作なんていうのはそんなに意識しておりません。僕は今回誰一人声をかけておりません。まあ、国会議員の皆さんがいろいろそういう現場での話はしていたのかも分かりませんが、まあ、今回は国会議員の皆さんが、まあ、自分の判断で決めたということだと思っています。で、優位の党と、まあ、合流、まあ、ただこれきちんと政策協議をもっと詰めていかなければなりませんが、優位の党と合流をし
合流をしてですね、それで完結ではありません。次です。次を目指すためにこの第一歩を踏み出したわけですから、ユニットとの合流の後にですね、やはり民主党の一部の皆さん、そことしっかりとタグを組めるようになればですね、僕は国民の皆さんに選択してもらえるような野党になると思っています。よろしいでしょうか。はい、それでは続きまして大阪の会場からご質問をいただきます。大阪の会場で挙手をいただきまして、大阪で指名をお願いいたします。ABC の木原です。橋本代表と松井幹事長に伺います。今、橋本代表の方から、まずは優位と合意して、次民主の支部まで広げたいとおっしゃいましたが、お二人はどこの段階まで代表幹事長を続けたのですか。いや、これは執行部のあり方については国会議員団の方からも提案があると思いますので、それは選挙で決めるとか、そういうことになればそういう形で決めていくと思いますので、まだ今日は国会議員団の所属が決まったという、そういう意味での記者会見ですので、その執行部についてはまだ決まっていないところが、正直なところです。いや、幹事長は、代表の指名ですから、橋本代表と、先ほどの話にあるように、ここからがスタートということで、橋本代表が、もうとにかく日本のために走っていこうということになれば、その間は僕が、指名されれば幹事長として働いていきます。はい、よろしいでしょうか。続いてはこちらの東京の会場からのご質問をお願いいたします。はい、読売新聞の西山と申します。橋本代表にお伺いします。先ほどの野党再編は必ず現実的な変化ならないということでしたけれども、ユニの党との合流は前倒し早めていくお考えがあるのでしょうか。その後、民主党の一部というお話、これをどういうスケジュール感でですね、やっていくのか、教えてください。いや、これは方向性を示すのが僕の役割であって、具体的にそれを実行していくのは国会議員の皆さんですから、またこの後の個別会見で具体的なそのスケジュール感などは国会議員の皆さんに聞いてもらえればというふうに思っています。あとさっきの質問なんですけどね、その前の質問、その人数についてどうなんだっていうことを言われましたけど、正直僕ね、これすごいこういう形でね、集まっていただいたなというふうに思ってますよ。というのは僕も松井知事もこれ大阪にいてるわけで、東京の国会議員の皆さんと話すことなんてほとんどないわけです。松野さん、片山先生と、また小沢先生と、少し連絡事項で話をするぐらいで、その他の国会議員の皆さんとはですね、ほとんどコミュニケーションないわけですよね。で、これ維新の会ができてですね、2年近く、東京ではずっとこれ国会議員でこう活動している中でですね、野党再編というものが必要で、統治機構改革、もう一回ね、日本のためにこの中央集権体制を変えていく改革を徹底してやっていこうと。これは統治機構改革だけではなくて、社会保障の改革もそうですよ。国民の皆さんに負担を求めるような改革、こういうものもね、しっかりやっていく。公務員改革もそうですよ。で、こういうね、僕の思いを、ほとんどコミュニケーションもないこの東京の国会議員の皆さんがそれを組んでくれてですね、そういう方向性でしっかり進んでいこうということで、この37名もの皆さんが集まってくださったっていうのはね、本当にこれ、ある意味びっくりしてます。はい、よろしいでしょうか。続いて大阪の会場で質問をお願いいたします。NBS の久田です。では橋本代表、松井幹事長にお願いします。先ほどちょっと、曇っていたところもあったという発言があったんですけれども、どういう部分かでやはり妥協したところとかがあったという意味なんでしょうか。いやそういう妥協ではないけれども、ちょっと
純粋さに欠けてましたかね。ちょっと、まあ、行儀よくしすぎてたところもあるかもわかりませんね。また大阪市政や大阪府政で、今やってるようにね、やっぱりやらなければいけないことっていうのはもうとにかくとことんそこをこう追求していくと、そういう姿勢にちょっと欠けてたところがあるのかわかりません。今回の37名の国会議員の皆さんは、まあ、もうとことん行こうよと、やっぱり国のためにね、やっぱりやるべきことはもうとことん行こうよと、そういう意気込みで集まってくれたメンバーですから、まあ、もう一度ちょっと僕も知事になって、まだ知事になってから今まで6年ぐらいの政治行政の経験しかありませんけれども、まあ、知事になった時のね、大阪府知事になった時のそういう気持ちでちょっと純粋にもう一回政治っていうものにチャレンジしていこうと思っています。まあ、これも本当に国のためにね、国民のために今必要なこと、それが何なのかってことを冷静にしっかり分析してですね、そして合理性の判断でやっていきたいと、まあ、イデオロギーとかそういうものにとらわれることなくね、合理的にしっかり国民のために国のためになることをね、とことんやっていきたいと思ってますね。作業と合流したときに、やはり政策面で、妥協したところがあったという意味ではないんでしょうか。まあ、妥協ということではないですけれども、とことん追求、それはできなかった部分はありますよ。それはやっぱり、これは協議でね、調整をするわけですから。でもこれは、これ今後野党再編やっていく上でもね、こういう場面は出てくると思います。今の維新の会、まあ、純粋に、維新の会が掲げていることだけをね、貫く姿勢では野党再編できませんから、どこかでやっぱりその調整ということが必要になるのかも分かりませんけれども、まあ、そこはできる限りその調整の範囲というものは狭めながら、まあ、純粋にできるような、まあ、純粋に政治ができるような、そういう野党再編を目指していきたいですね。まあ、石原、代表もね、気を使われてきたと思うんです。それ以上にやはり橋本代表は遠慮してきましたよ。これは今合理性の話というのがありましたけど、大阪ではもうその合理的に、まさに、府民市民住民のためにはこうだよねということで、そこを合理的に合理性を追求しながら行政やってきました。でもやはり、まあ、僕はね、まあ、橋本代表を通るという人もね、自分の父親以上の年齢の人に対して、まあ、もともとすごくこう、冷静というか遠慮するタイプなんでね、だから石原代表に非常に、まあ、遠慮もあって、この数を見ていただいたらよく分かるように、維新の会は本来ものを決定するときは多数決になる。だから僕たちは押し切れましたよ。この数で今回、37名、の、仲間が集まってるわけで、維新の会のもともとの数字を見ていただいたらね、じゃあ意思決定、それだけで全てね、意思決定をして、やはり、することを、やろうと思えばできる。でもやはりそこは両代表ね、両代表の人間関係の中でね、ここはきれいに分かれる方が、これからの、再編、まさに、橋本代表が言う合理的に、もう感情論じゃなく本当に国民のために何が必要かで固まっていける、そういうチームを作るのが一番だということになったわけです。まあこれが政党として未熟と言われれば多分未熟なんでしょう。でも1年6ヶ月の、その未熟だという、政党ですから、未熟な面もあります。だからこれから、しっかり大人になるために、この新たなスタートをするために、この政党の、まあ、グループを2つに分けて初めてね、もう一直線に日本のために何が必要かということを、まあ決めていける。だから精神的にこう疲れ果てるというよりも、政策的にもう固まればそれに向かって、もうまっしぐらい進めるような、まあまずは、そういうこう体制の方が、いいんじゃないかと
ということで、今回こういう形になったということであります。はい、よろしいでしょうか。それでは中継をしながらの質疑、この東京会場から最後の1問を受けたいと思います。いかがでしょうか。ございませんか。なければ続いて大阪の会場から中継をしながら最後で質問いただきたいと思います。よろしいでしょうか。大阪の会場からございませんか。 あります、朝日新聞の川口と申します。今回ですね、やはり今回の政界再編はですね、ユニと合流をして、民主党を超える勢力を作ってですね、一つやはり民主党の、分裂といいますかですね、再編を動かしていくという狙いもあったかと思いますが、今回、前回といいますか、分裂前より小さくなってしまうことで民主党内にもですね、再編の機運が盛り下がるというような雰囲気があると思いますが、このあたりについて、今後の再編の影響と民主党の中、再編の機運が盛り下がっていくこと、このあたりについてどのように。いやもうそれは民主党のことですから、もう僕が言うことではないですね。でその数とかそういうことではなくて、やっぱり自民党にしっかりと対抗できる勢力を、作る必要があるかどうか。でこれは今は小さくても、国民の皆さんに支持を受ければそれは大きくなるわけですから、その今後自民党に対抗できるその勢力としてのですね、その核の部分を今作るかどうかというところですから、数の問題は関係ないと思いますね。でね、やっぱり宗教対立とかね、なんか階級対立のないこの日本の国において、大体政治的な方向性っていうのはね、大体国民の皆さん考えるのは、ほとんど同じ幅の中で収まるようなもんで、僕は自民党が進めてることについてね、さっき言いましたけど、安倍政権が進めていることについてさっき言いましたけれども、全部が全部反対じゃないです。どちらかというと、もっと進めてほしいというところがたくさんありますよ。でただね、野党再編をやるにあたって重要な対立軸はね、そのイデオロギーとか、そういうことではなく、でまたね、僕はやっぱりこの保守やリベラルというね、そういう言葉でももうないと僕は思ってましてね、その保守とかリベラルっていう言葉にその政治的な行動を規律するね、そういう力はもう僕はなくなってると思ってまして、これだけ多様化した社会なわけですから、保守やリベラルということでこういう政治行動を取れ、保守だからこういうこと、リベラルだからこういう結論、もうそういう時代ではなくなってると思ってましたね。やっぱり僕はキーワードはね、合理性だと僕は思ってます。で合理性とね、同時にそれから政治家のこの基盤といいますか、支持基盤、これがどういうところに、政治家が依拠しているか、頼っているか、やっぱりこれはもう大きく分けて、いわゆる固定票を持っているね、既得権益を持っている、そういう層から支持を受ける政治グループと、そうではなくて、いわゆる役所とは無関係な無縁な、補助金をもらうようなこともない、むしろ普段はね、日々の生活で忙しくして、そんなに政治や行政に関心を持っていない、そういう人たちも含めて、いわゆる既得権益を持っていない、そういう人たちから票を得るような、そして既得権益のために政治をするんではなくて、本当に国民のため、日本のために政治ができるような、そういう政治グループの、こういう2つの分け方になるんじゃないかと思ってます。僕はふわっとした民意という言葉を使って、それがね、読売新聞なんかもうとにかく躍起になって、ポピュリズムだなんて言って、きる石原さんもなんかそういうようなことを言われたみたいですけども、僕が言ってるふわっとした民意っていうのはね、既得権益を持っていないという意味ですよ。その補助金をもらうためにとか、自分たちの利益のためにね、そのこの政治家に票を入れて自分たちの利益を守ろうと、そういう人たちではなくて、政治や行政からの利益とかそういうこととは無関係にね、本当に次世代のために、国のために、子どもたちも孫たちのためにね、政治をやってくれと、そういうことを願っている人たち、僕はそれを総じてね、ふわっとした民意というふうに言ってるんですけど、これが対立軸になるかと思ってます。ですから、政策の方向性として、自民党と大きく
真逆になることはないかも分かりません。ただやっぱりエネルギーの問題とか、その統治機構改革、中央集権体制を打破すること、このあたりはね、明確に自民党と対立軸になると思いますけど、でもやっぱり一番重要なことは既得権を持っている人たちから票をもらう政治グループと、既得権を持っていない、既得権とは無関係の、ね、人たちから票をもらう政治グループ、この2つにね、僕は分かれるべきだと思ってまして、必ず民主党の皆さんもそのような考え方を持っている人たくさんいますから、僕は維新と有料と、その後に民主党の一部の方、できればみんなの党にも入ってもらってですね、自民党とのそういう対立軸をしっかり示すことができるような、まあ、野党というものを結集していきたいと思っています。せっかくの機会なんで、今、自民党の、まあ、安倍政権は我々と政策的に一致しているところも多々あるんですけど、統治機構改革についてはこれやっぱり自民党ではできない、これ東京のメディアの皆さんもそちらいらっしゃるんでね、まあ東京ではあまり知られてないですけども、まあ、大阪のローカル放送でも安倍総理は大阪都構想はっきり賛成、こうおっしゃるわけですね。でも大阪の自民党ははっきり反対です。総理総裁が何を言っても関係ないということを堂々と議会でも言ってますんでね、これはね、やっぱり統治機構改革については総理総裁が、まあ、進めようとしてもやはりできないのが自民党、まあまあ、言うならばそこに既得権益があるんだということなんですね。だからこれを打破するために、まあ、今回新たな、まあ、潤化したグループ、これが、こういう形で、2つの政治グループに分かれたということですから、この新たな日本維新の会を、でそういう、新しい日本の姿を目指す、そういう政治家の皆さんと、チームをしっかり作っていきたいと思っています。ありがとうございました。それでは以上で東京と大阪を中継しながらの質疑は終了とさせていただきます。ありがとうございました。この後は東京会場、大阪会場それぞれで質疑をいただきたいと思います。それではこの後はこの東京の会場でこちら票を得るような、そして既得権益のために政治をするんではなくて、本当に国民のため、日本のために政治ができるような、まあ、そういう政治グループと、まあ、こういう2つの分け方になるんじゃないかと思ってます。まあ、僕はふわっとした民意という言葉を使って、まあ、それがね、まあ、読売新聞なんかもうとにかく躍起になってポピュリズムだなんて言って、きる石原さんもなんかそういうようなことを言われたみたいですけども、僕が言ってるふわっとした民意っていうのはね、既得権益を持っていないという意味ですよ。その補助金をもらうためにとか、自分たちの利益のためにね、そのこの政治家に票を入れて自分たちの利益を守ろうと、そういう人たちではなくて、政治家行政からの利益とかそういうこととは無関係にね、本当に次世代のために、国のために、まあ、子どもたち孫たちのためにね、政治をやってくれと、そういうことを願っている人たち、まあ、僕はそれを総じてね、まあ、ふわっとした民意というふうに言ってるんですけど、まあ、これが対立軸になるかと思ってます。ですから、まあ、政策の方向性として、まあ、自民党と大きく真逆になることはないかも分かりません。ただやっぱりエネルギーの問題とか、その統治機構改革、中央集権体制を打破すること、このあたりはね、明確に自民党と対立軸になると思いますけど、でもやっぱり一番重要なことは既得権を持っている人たちから票をもらう政治グループと、既得権を持っていない、既得権とは無関係の、ね、人たちから票をもらう政治グループ、この2つに、ね、僕は分かれるべきだと思ってまして、必ず民主党の皆さんもそのような考え方を持っている人たくさんいますから、僕は維新と有料と、その後に民主党の一部の方、できればみんなの党にも入ってもらってですね、自民党とのそういう対立軸をしっかり示すことができるような、まあ、野党というものを結集していきたいと思っています。せっかくの機会なんで、今、自民党の、まあ、安倍政権は我々と、
政策的に一致しているところも多々あるんですけど、統治機構改革についてはこれやっぱり自民党ではできない、これ東京のメディアの皆さんもそちらいらっしゃるんでね、まあ東京ではあまり知られてないですけども、まあ、大阪のローカル放送でも安倍総理は、大阪都構想はっきり賛成、こうおっしゃるわけですね。でも大阪の自民党ははっきり反対です。総理総裁が何を言っても関係ないということを堂々と議会でも言ってますんでね、これはね、やっぱり統治機構改革については総理総裁が、まあ進めようとしてもやはりできないのが自民党、まあ、まあ言うならばそこに既得権益があるんだということなんです。まあ、政治家としてですね、やはり国民の皆さんにしっかりとした選択肢を与える、まあ、今自民党は強いです、はっきり言って強いです。そして政策もですね、安倍政権が進めているその政策賛成するところも多いです。ただやはりチェック機能を働かせるためには、まあ、野党という、まあ、大きなその与党に対抗できる勢力が必要でありますし、まあ、なんといっても国民の皆さんに選択肢を示すためにも野党がどうしても結集しなければなりません。まあ、安倍政権の政策の中でもエネルギー政策、そして一番安倍政権で、まあ、欠けているところといえばいわゆる統治機構改革、明治維新以来連綿と続いているこの中央集権体制をなんとか変えていく統治機構改革というところが安倍政権では全く欠けているところでありまして、こちらをですね、強力に進めるためにも、まあ、野党を結集する必要があると判断をしました。55年体制のような与野党激突、まあ、反対のための反対のため の, その野党というそういう立場は取りません。必要なこと、まあ、国にとって国民にとって必要なことは安倍政権を強力に後押ししていきます。まあ、安倍政権もですね、どちらかというと与党に足を引っ張られているような、まあ、そんな状況にもありますので、安倍政権が進めようとして、まあ、与党に足を引っ張られているのであれば、まあ、野党である我々がですね、強力にそこは後押しをする。ただしエネルギー問題やその統治機構改革、まあ、その他社会保障改革などですね、安倍政権とは異なるその意識の下で進めていかなければいけない政策についてはしっかり国民の皆さんに選択肢を示してですね、国民の皆さんに選択してもらう、選択してもらう、そういうためにも野党結集がどうしても必要であると考えました。これは日本のために、国民のためにどうしても野党の再編というものが必要でありまして、まあ、政治家の個人 の, その情念とか心情だけで僕は政治はできないと思っております。まあ、今回集まってもらったこの国会議員の皆さん、そして大阪の地方議員、また全国の地方議員と一緒になってですね、この国のために、また国民のために野党再編を進めて、もう一度純粋に日本のために政治をやっていきたいと思っております。まあ、これまでは純粋な気持ちで、やってなかったのかというようにお叱りを受けるかも分かりませんが、まあ、少々純粋な部分がちょっと濁っていたのかも分かりませんが、今後ですね、まあ、本当に、曇るところなく本当に純粋な気持ちで日本のために国民のためにしっかりと働いていきたいと思っていると思ってまして、まあ、これだけ多様化した社会なわけですから、保守やリベラルということでこういう政治行動を取れ、保守だからこういうこと、リベラルだからこういう結論、もうそういう時代ではなくなっていると思ってましたね。やっぱり僕はキーワードはね、合理性だと僕は思ってます。で、合理性とね、同時にそれから政治家のこの基盤といいますか、支持基盤、これがどういうところに、まあ、政治家が依拠しているか、頼っているか、やっぱりこれはもう大きく分けて、いわゆる固定票を持っているね、既得権益を持っている、まあ、そういう層から支持を受ける政治グループと、そうではなくて、いわゆる役所とは無関係な無縁な、補助金をもらうようなこともない、むしろ普段はね、日々の生活で忙しくしてそんなに政治や行政に関心を持っていない、そういう人たちも含めて、いわゆる既得権益を持っていない、ね、そういう人たちから票を得るような、
そして既得権益のために政治をするんではなくて、本当に国民のため、日本のために政治ができるような、まあ、そういう政治グループの、まあ、こういう2つの分け方になるんじゃないかと思ってます。まあ、僕はふわっとした民意という言葉を使って、まあ、それがね、まあ、読売新聞なんかもう、もうとにかく躍起になってポピュリズムだなんて言って、きる石原さんもなんかそういうようなことを言われたみたいですけども、僕が言ってるふわっとした民意っていうのはね、既得権益を持っていないという意味ですよ。その補助金をもらうためにとか、自分たちの利益のためにね、そのこの政治家に票を入れて自分たちの利益を守ろうと、そういう人たちではなくて、政治家行政からの利益とかそういうこととは無関係にね、本当に次世代のために、国のために、まあ、子どもたち孫たちのためにね、政治をやってくれと、そういうことを願っている人たち、まあ、僕はそれを総じてね、総じて、まあ、ふわっとした民意というふうに言ってるんですけど、まあ、これが対立軸になるかと思ってます。ですから、まあ、政策の方向性として、まあ、自民党と大きく真逆になることはないかも分かりません。ただやっぱりエネルギーの問題とか、その統治機構改革、中央集権体制を打破すること、このあたりはね、明確に自民党と対立軸になると思いますけど、でもやっぱり一番重要なことは、既得権を持っている人たちから票をもらう政治グループと、既得権を持っていない、既得権とは無関係の、ね、人たちから票をもらう政治グループ、この2つにね、僕は分かれるべきだと思ってまして、必ず民主党の皆さんもそのような考え方を持っている人たくさんいますから、僕は維新と猶予と、その後に民主党の一部の方、できればみんなの党にも入ってもらってですね、自民党とのそういう対立軸をしっかり示すことができるような、まあ、野党というものを結集していきたいと思っています。橋本代表と、まあ、先ほどの話にあるように、ここからがスタートということで、橋本代表が、もうとにかく日本のために走っていこうということになれば、この間は僕が、まあ、指名されれば幹事長として働いていきます。はい、よろしいでしょうか。続いてはこちらの東京の会場からのご質問をお願いいたします。はい、読売新聞の西山と申します。橋本代表にお伺いします。先ほどの麻薬再編は必ず現実的な変化ならないということでしたけれども、ユニのトークの合流は前倒し早めていくお考えがあるのでしょうか。その後、民主党の一部というお話、これをどういうスケジュール感でですね、やっていくのか、教えてください。いや、これは方向性を示すのが僕の役割であって、具体的にそれを実行していくのは国会議員の皆さんですから、またこの後の個別会見で具体的なそのスケジュール感などは国会議員の皆さんに聞いてもらえればというふうに思っています。あとさっきの質問なんですけどね、その前の質問、その人数についてどうなんだっていうことを言われましたけど、まあ、正直僕ね、これすごい、こういう形でね、集まっていただいたなというふうに思ってますよ。というのは僕も松井知事もこれ大阪にいてるわけで、東京の国会議員の皆さんと話すことなんてほとんどないわけです。まあ、松野さん、片山先生と、また小沢先生とか少し、まあ、連絡事項で、話をするぐらいで、その他の国会議員の皆さんとはですね、ほとんどコミュニケーションないわけですよね。で、これ、維新の会ができてですね、まあ、2年近く、まあ、東京ではずっとこれ国会議員でこう活動している中でですね、まあ、野党再編というものが必要で、統治機構改革、もう一回ね、日本のためにこの中央集権体制を変えていく改革を徹底してやっていこうと。まあ、これは統治機構改革だけではなくて、社会保障の改革もそうですよ。国民の皆さんに負担を求めるような改革、こういうものもね、しっかりやっていく。公務員改革もそうですよ。で、こういうね、僕の思いを、ほとんどコミュニケーションもないこの東京の国会議員の皆さんがそれを組んでくれてですね、そういう方向性でしっかり進んでいこうということで、この37名もの皆さんが集まってくださったっていうのはね、本当にこれ、まあ、ある意味びっくりしてます。はい、よろしいでしょうか。続いて大阪の会場で質問をお願いいたします。
僕も知事になって、まだ知事になってから今まで6年ぐらいの政治行政の経験しかありませんけれども、まあ、知事になった時のね、大阪府知事になった時のそういう気持ちでちょっと純粋にもう一回政治っていうものにチャレンジしていこうと思っています。まあ、これも本当に国のためにね、国民のために今必要なこと、それが何なのかということを冷静にしっかり分析してですね、そして合理性の判断でやっていきたいと、まあ、イデオロギーとかそういうものにとらわれることなくね、合理的にしっかり国民のために、国のためになることを、ね、ほとんどやっていきたいと思ってますね。作業と合流したときに、やはり政策面で、妥協したところがあったという意味ではないんでしょうか。まあ、妥協ということではないですけれども、とことん追求それはできなかった部分はありますよ。それはやっぱり、これは協議でね、調整をするわけですから。でもこれはこれ今後野党再編やっていく上でもね、こういう場面は出てくると思います。今の維新の会、まあ、純粋に、維新の会が掲げていることだけをね、貫く姿勢では野党再編できませんから、どこかでやっぱりその調整ということが必要になるのかも分かりませんけれども、まあ、そこはできる限りその調整の範囲というものは狭めながら、まあ、純粋にできるような、まあ、純粋に政治ができるような、そういう野党再編を目指していきたいですね。まあ、石原、代表もね、気を使われてきたと思うんです。それ以上にやはり橋本代表は遠慮してきましたよ。これは今合理性の話というのがありましたけど、大阪ではもうその合理的に、まさに、府民市民住民のためにはこうだよねということで、そこを合理的に合理性を追求しながら行政やってきました。でもやはり、まあ、僕はね、橋本代表を通るという人もね、自分の父親以上の年齢の人に対して、まあ、もともとすごくこう、冷徹というか遠慮するタイプなんでね、だから石原代表に非常に、まあ、遠慮もあって、この数を見ていただいたらよく分かるように、維新の会は本来ものを決定するときは多数決なんです。だから僕たちは押し切れましたよ、この数で。今回37名の仲間が集まってるわけで、維新の会のもともとの数字を見ていただいたらね、じゃあ意思決定、それだけで全てね、意思決定をして、やはりすることを、やろうと思えばできる。でもやはりそこは両代表ね、両代表